おはようございます。滋賀県で高校教師をなさっている方から、毎月高天、虹の天と書きます、高天という冊子を送っていただいております。これを読むのは毎月の楽しみであります。この先生は毎月勉強会をなさっていて、その時の講演録を載せて、他に様々な記事と合わせて講典と題して送ってくださっているのであります。今月の講演録は本田実先生であります。講演録の紹介文によると、本田先生は松井秀喜などプロ野球選手を多く輩出した石川県星稜高校野球部で20年部長として選手たちを育ててこられた方であります。森晋三先生の実用教育、腰を立てる、腰骨を立てる実用教育にも熱心に取り組まれている方であります。私も3年ほど前に実践人の家全国研修大会に招かれて講演した折に、その実用教育についての発表を拝見をさせていただいたことがございます。そのようにすでに大きな実績を挙げられている先生なのですが、感銘を受けた話が載っておりました。それは先生が星稜高校に赴任して3年目くらいの時、1年生の担任になられた頃のお話であります。11月頃までは順調に来ていたらしいのですが、ある女の子が学校を休み始めたそうです。母親に理由を聞いてみると、高校へ行く意味がわからなくなったということだそうでした。不登校になったのですが、先生はまだ赴任して3年目で、どう対応していいかわからず、月並みの言葉しか出てきませんでしたというのであります。結局はその子は12月の初め頃に学校を去っていったのでした。このことが先生にとっては大きな挫折となったのでした。先生は担任としての力のなさを痛感したというのであります。世間的には高校を出るだけが全てではないと言ってしまえるのかもしれません。でも私は学校に合わなかった生徒が一人去っていきましたということだけで済ます話じゃないと思いました、というふうに書かれています。もしそのような受け止め方をしてしまうと、これからの教師人生がただの先生で終わってしまうのではないかと思われたのです。そこで何かできることはないかと問い続けられました。先生に思い浮かんだのは年賀状を出すということでした。すでに年末でしたので年賀状を書いて出しました。予想通り返事は来ません。しかし1年経って先生はまた年賀状を書いて、元気ですかの一言を添えてポストに入れました。次の年も、その次の年も。すると本人から返事は来ないのですが、その母親からその子の近況がわかるような返事が来るようになったのでした。今こういうことをしている、結婚しました、子供が生まれましたなど、近況がわかる返事が来たそうなのであります。そうして先生は年賀状を20年出し続けられたのでした。すると、なんと20年目にしてその子から電話がかかってきたのでした。近くに来ているので会いたいというのです。20年も経って会うと相手はすっかり大人になっています。彼女は一言、先生の年賀状はすべて見ていましたと言ったのです。先生はその一言を聞いただけで救われたと言います。
先生は彼女に、あなたが私の教師生活のある意味原点になっている。あなたとの関係があったからこそ、その後に関わることになった生徒たちとの向き合い方が変わったんだとこう言いました。彼女は今ならあの時に先生が言いたかったことがわかるんですと。と言ってくれたそうです。今何をしているのかと聞くと、なんと、不登校の子供たちの面倒を見る仕事をしています。あの子たちの気持ちが私ならわかるからというのでした。本田先生は本当に嬉しかったです。自分の経験をそんな風に生かしてくれていることを知り、私は本当に救われましたとこう書かれていました。そしてそうやってわずか1年に1枚のハガキでしたけれども、20年続けた末にこんなことが起こったのです。この体験を思い出すたびに、私はやはり自分の体験の中で感じたものが、それが本物であると思います。というのであります。この話を読んで私も涙がにじみました。坂村新民先生の願いの願いという題の詩を思い起こします。願い、一羽の鳥を救いえば、一匹の羊を救いえば、一人の人を救いえば、という短い詩であります。高校を辞めていく一人の生徒がいても、それは致し方ないとして終える方がほとんどだと思います。それが決して悪いことではありません。しかし本田先生はその子に何かできることはないかと20年はがきを出し続けられたのでありました。年に一度のはがき、これがいいのでしょう。毎月など出されてもお互いにこれは重荷になってしまいます。負担にならない程度で、しかも忘れずに20年、この子に自分の思いが届いてほしいと念じ続けておられたのでしょう。その子もきっといろんな苦労をされたろうと思いますが、毎年先生がくださるはがきが心の支えになったのだと思います。いつか先生にきちんとご挨拶ができるようになろうと努力したのだと思います。ずっとその子のことに思いをかけ信じ続けてこられた本田先生のそのお心こそ教師の本分だと思いました。そんなことを思うと私などは反省することしきりであります。かれこれ20数年、総道の師家という教育の役割を務めてきております。途中で帰っていった者もわずかながらおります。その人たちのことはずっと心にかかってはいますものの、何もしてあげることができていないのであります。ああ、申し訳ない、申し訳ないと、今も思い続けています。一枚のハガキを出し続けるということの偉大さ、その大きな力を学びました。ここに、あの本田先生の教師としての新面目があるのだと思うのであります。では、今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足の裏でしっかりと大地を踏みしめます。今この床を踏みしめるわけですが、この大地に支えられているのだということを感じて、足に力を入れて、立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチ持ち上げてストンとこの下ろします。それから肩の力を抜きます。最初息を吸いながら、吸いながら、吸いながら、肩を持ち上げて、持ち上げて、持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろし。もう一度息を吸いながら、吸いながら、吸いながら、肩を持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろす。最初一息、口から強く息を吐き出します。
その時にはお腹の底に溜まっている空気や胸に抱えている思いや煩いごと全部吐き出す気持ちで、はぁ。と吐き出して口を閉じます。すると鼻から新しい空気がいっぱい入ってきます。空気が体の隅々まで行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてまいります。そんなこの穏やかな気持ちで、その後口を閉じたまま、ただ鼻から出たり入ったりしている息の様子を静かに見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。